皆さん、経済って難しいと思いませんか？経済の動画はあまり人気がありません。なぜかというと専門的な知識が必要になるからです。正直なところ私も敬遠していました。今回お話しさせていただくのは金本位制というシステム、金が価値を決めてくれるという話でして、ちなみに今の世の中って変動為替相場制って仕組みらしいです。知ってるよ。という方意外と多いんじゃないでしょうか。おそらくこの動画見ている人たちの大半は私なんかよりも全然知識あるんじゃないでしょうか。まあ、経済初心者が作る動画というのも逆に見ていて滑稽で面白みのあるものかと思うのでしばしの間、付き合っていただければ幸いです。これまで、私はあまり近代以降の動画は作りませんでした。私、三国志とか光栄のゲームとかに憧れて歴史好きになったわけなのですよ。複雑な政治経済に憧れて歴史が好きになったわけではないのです。子供の頃から政治経済好きな人間って滅多にいないと思いますがね。動画を作る私も大変なのは言うまでもないんですが見る方も専門的な知識が必要になる。ですが、近代の歴史も動画を作っているとどうしても経済にぶつかってしまう。近現代史において経済を知らないというのは歴史を知らないというに等しいことなんです。歴史嫌いには2種類のパターンがあって1つには古臭いから、そしてもう1つが難しいから、この難しいって大体政治経済が原因なんです。高校生には政治経済なんて大体興味を持つのは大人になってからでしょう。どうして大人になってから政治経済に興味を持つか、というと、きっと、儲ける、ということを覚えたからなんでしょうね。これからはイギリスの展開を、やっか。世界中にユニオンジャックの旗を立ててみせるわよ。なんでイギリスさんがこんなにテンション高いかと言いますと世界に先駆けて産業革命に成功したからです。当時、イギリスは世界最強の工業国家でした。さて、ここでちょっと話は横道にそれます。産業革命って何なんでしょう？産業革命のおかげで工業力が爆発的に上がった、というのは皆さんすでにご承知のことだと思います。しかし、産業革命をどう定義するかとなると話がややこしくなってくる。特徴はいろいろとあるのですが、あえて一つ挙げるとすれば、エネルギーが木炭から石炭に変わった。この光景を見てください。イギリスの田舎の光景です。シャーロック、ホームズのドラマなんかでも見たことあるでしょうけど、原っぱですよ。工業化で木を切れるだけ切り倒したものだから原っぱみたいになってしまいましたよ。木炭がないぞ。燃料がないぞ。さあ困った。そんな時に石炭くんが満を持して登場してくれたわけです。いわゆる第一次エネルギー革命です。新しいエネルギーを手に入れたイギリスは飛躍的な発展を遂げました。もともと奴隷貿易でお金を蓄えていたので大規模な設備投資もできました。こうしてたくさんの商品を作ることができました。売りたい。もっともっとお金儲けしたい。外国に売ってお金儲けをしたい。というわけで外国に売り込むわけで。ねえねえ、うちの商品買ってちょうだい。うちと貿易しましょうよ。え、いいですけど、見てちょうだい。我がイギリスの綿製品よ。確かに。これは綺麗よね。今なら特別にお安くしておきますわよ。じゃあ、これ買うわ。毎度ありがとうございます。じゃあ、これ代金ね。ちょっと、あなたの国の通貨、私の国では使えないんですけど、こんなわけのわからん国の通貨なんて何の役にも立たないわよ。それだったら物々交換しましょうか。大根でも持っていきます。いや、野菜はちょっと。そうね。もっと価値のあるものと取引をしたいでしょうね。だったら高麗人参は。いや、それよくわからないので。そう。じゃあ、貿易は無理ね。残念だわ。まった？せっかくのビジネスチャンスここで逃してなるものか。そうですわね。あなたの国に黄金はございませんか？黄金、確かに黄金はありますけど。それはよかった。それならあなたの国の金と私の国の商品を交換いたしましょう。金をですか？どうしようかな。黄金は高価だから。うちの最先端の技術で作った商品は素晴らしいですよ。あなたの国中を探してもどこにもないですよ。それは確かに。それに黄金なんて掘ればいくらでも手に入るじゃありませんか。わかった。買うわ。綺麗なお洋服欲しいもの。ありがとうございます。というわけで、金が世界の共通の通貨になったわけです。以前から金は特別な価値を持っていました。しかし、世界で使える通貨となってからはさらに価値を上げたわけです。ちなみにお嬢様が、金なんていくらでも出てくる、と言いましたが、そんなわけないです。希少価値だから金を欲しがるわけでして、日本でも幕末に金がめっちゃ流出しましたがその話はまた後日。さて、交易すると貨幣が必要になってきます。そして自国の貨幣の信用をつけるために、
うちのポンドは世界一信用できる通貨よ。だって、金と交換できますもの。自国の貨幣に箔をつけるために同等の価値を持つ金と交換できるようにしたのです。これが金本位制です。ちなみに金と交換可能な紙幣を、打艦銀行券、と言います。交易するには通貨が必要。しかし、お前の国の通貨、信用できるの？という不安がどんな通貨にも付きまといます。そりゃそうです。もしもそこの政府が潰れてしまったら通貨はただの紙切れになってしまいます。もっともっと自国の通貨を使ってほしい。それが自国に富を呼ぶことにもつながるわけですから。ちなみにイギリスで通貨法ができたのは1816年。くしくもナポレオンをワーテルローで倒した翌年のことです。少し前までナポレオン旋風がヨーロッパ中に吹き荒れていました。イギリスがナポレオンに支配される可能性だって絶対ないとは言えないほどの危機だったのです。やっと不安が消えて、内政に目を向ける余裕ができたということなのでしょうか。さて、世界中で金を掘るゴールドラッシュの到来です。特に有名なのが1848年のカリフォルニアゴールドラッシュです。アメリカ中の荒くれ者たちが大金持ちになる夢を抱いて金を掘りまくったわけです。余談ですが、金を掘るよりも採掘者相手に酒場開いて商売した方が儲かったそうで、この辺が商売の難しく、また面白いところですね。はっきり言って個人で採掘してもほとんどお金にならなかったと思います。1トンの鉱石から取れる金の量は金の指輪1個分なんて話もある。ゴールドラッシュでは労働者たちよりも商人の方が儲けたと言われています。働く、よりも、働かせる、方が儲かったわけですね。20世紀になるとアメリカやドイツの工業力はイギリスを追い抜きました。しかし、金本位制のおかげでイギリスの通貨ポンドが世界の中心でした。ロンドンは世界の金融の中心であり続けることができたのです。なんで金が世界のお金の中心になったかですって、言われてみれば、確かにその通りです。ここで少しなぜ金が通貨になったか考えてみましょう。昔の日本では米が金の代わりを果たしていました。そうです。ジャパニーズライスです。加賀百万石とかよく言いますよね。武士の給料は石高、お米によって支払われていました。十万石饅頭はお米じゃなくて饅頭なのはこの際置いておくとして。では、なぜ米が金に取って代わられたのか。金属は米や塩よりもずっと保存が効きますから。しかも、金は加工しやすい金属なのです。じゃあ、逆にどうして最初から金ではなくて米が経済の中心だったかという話になります。いろいろな説があるでしょうけど。まず昔は米が大事。今ほど食料事情が良くなかったので食わなければ生きていけない。お金を手に入れたところで何を買えばいいのでしょうか。昔ってスーパーないんですよ。当然のことながらコンビニもない。経済の規模が今と比べるとずっと小さいんです。金があっても、買うものがない。全くないとは言わないが買う商品あまりないんです。もちろん古代や中世の頃から貨幣はあったといえばあったわけで。しかし、市民による大量消費社会って自分の知っている限りだと出てきたのは江戸時代からなんですよ。ちょっとお金入ったから芝居でも見るか。そういうのって江戸時代のドラマでは見るけど鎌倉や室町ではあまり聞かない。そもそも武士の給料がお金で支払われるようになったのは幕末。徳川幕府が終わる直前、貨幣中心の世の中になったから近代化できた。そういう見方もできる。あと金属は保存しやすいというばかりではなく、お米には豊作不作があるのです。その年の天候によって左右されるわけでして、だったら安定している黄金を通貨の中心にしようぜ。ってことになったわけでして、話がだいぶ脱線してしまいました。とにもかくにも金本位制の世の中になったわけです。この金本位制、インフレを抑制する効果があるそうで、ではインフレって何？デフレって何？って話になる。うぷぬし、どっちがどっちだかよくわからなくなってしまうのです。この程度のこと知ってるよ。わざわざそんな説明する必要ないんじゃないの？こういう動画を見る人たちはそう思っている方多いんじゃないでしょうか。しかし、うぷぬしが経済に弱いものですからどうかしばしの間説明にお付き合いください。1万円のものを買うとしましょう。これが1億円になっちゃうのがインフレ。物価が上がって物が買えない。どうしよう。生き方、デフレ。1万円のものを買うとしましょう。これが今度は1円になっちゃうのがデフレ。インフレだろうがデフレだろうがどっちみち不景気なら一緒だろうと思いでしょうが、そうではないのです。金本位制はインフレを防ぐ効力があると言われています。ところがこのデフレというやつは厄介で金本位制で防ぐことはできないのです。政府さん、お金貸してなのだ。今コンピューター業界はすごく儲かるのだ。だから起業して良質なパソコンをいっぱい作るのだ。お金、貸せないのよね。あなたに貸してあげたいのは山々だけど。いやいや、今こそビジネスチャンス。この木を逃がしてはならないのだ。他の業界は軒並み衰退していってもパソコン業界だけは右肩上がり、国産の素晴らしいパソコンを作って一大旋風を巻き起こすのだ。ダメです。どうして？先祖代々の土地を担保にするから。そういうことじゃないのよ。文字通り、お金がないのよ。貸してあげたいのは山々だけど。どうして？お金ならどんどんすればいいのだ。
そのために銀行あるんじゃないのか。お金、すりたくてもすれないのよね。金がないから、金がなければお金をすることができないの。うちは金庫に制導入しているから。そんな、せっかくのビジネスチャンス。わかってるのよ。私だって政治家だから自国の産業を発展させなければいけないことは重々承知しているのよ。商品が外国のものばかりになったら国が衰退してしまうのはわかりきったことなのよ。だったらなおのことお金貸してほしいのだ。ビジネスの世界はスピード命なのだ。このままだと世界との競争に負けてしまうのだ。だから貸せないんだって。他の国が設備投資するのを指をくわえて眺めているしかないのよね。お金がないから。乗れないのよ、このギリグエーズに。このように金がないとどんどん経済が縮小してジリ貧になっていくのです。国がお金を儲けるには新しい産業を起こさないといけない。しかし、金がないからお金をすれないのです。さらに。よっしゃよっしゃ、世の中金、金イズパワーや。金があれば何でもできる。可愛い子ちゃんだって金があれば言うことを聞かせられる。これで霊夢帝国は安泰ですね。先生。ああ、君たち遠慮せずに食べなさい。君たちは若いから鯛の頭の方を食べなさい。私は尻尾でいいから。若い人たちにはどんどん出世して頭角を表してもらわなければならないからね。今の世の中は金本位制の世の中だからどんどん金をかき集めなければならん。だって金がなければお金がすれないわけだから、金がなければ商売もできん。飯も食えん。だから我が霊夢帝国はどんどん金をかき集める。これも全て我が国民を思ってのことだよ。霊夢先生。モナー君。工場の生産体制は大丈夫だろうね。は。お任せください。我らモナー印のパソコンはどこよりもかっこよくどこよりもスペックが高くそしてどこよりも安いのです。世界中のどこと比べても競争で負けるはずがありません。よく言った。これで我が帝国は100年は安泰だよ。ですが、そううまくいきますでしょうか。他国が高い関税をかけて自国の産業を守ろうというのでは。君は大変真面目だな。しかし、少々真面目すぎる。世の中にはね、賄賂というものが存在するんだよ。これは若輩者が飛んだことを口走りまして。はっはっは。別に構わんよ。民主主義国家の政治家というやつはとかく賄賂というものに弱いからねー。そして我が霊夢帝国は世界で最も豊かな帝国なのだよ。他の国から輸入する必要などないのだよ。っていうか、あっても買わない。せっかくの金が流出してしまうからね。とにかく霊夢帝国は豊かな帝国でなければならん。一人たりとも貧乏人を出してはいかんのだよ。はっ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 は。いわゆる重商主義ってやつです。輸出を最大化し、輸入を最小化する。ちなみに重商主義という言葉自体は私は世界史では習いました。フランス、ルイ14世の財務大臣コルベールも重商主義でした。つまり、とにかく富を自国に集める。そうすれば国が豊かになる。そういう考え方です。しかし、これにも問題がありまして。確かに自国は幸せになります。でも、その分他の国は富が減少して幸せになれない。1929年、世界恐慌が起きました。イギリスやフランスなどのヨーロッパの列強はブロック経済を敷きました。このブロック経済というやつ、自国と植民地以外の国の商取引をブロックしちゃうということでして、商品を買うのをボイコットしたわけではくめっちゃ高い関税をかけたというわけですね。イギリスに至っては大英帝国から英連邦に名称まで変更しますからね。世界を揺るがす一大事件だったんですよ。世界恐慌は、世界中どこもかしこも富の源泉たる黄金を輸出したくなかったんです。それでも持ちこたえられずに金本位制を離脱する国があちこちで出てきたわけです。さて、日本やドイツは植民地を持ちませんでした。どうなったかはもうここで言う必要はないでしょう。二度の世界大戦は各国に猛烈な反省を促しました。貧困が戦争を生み出すわけです。そうならないように世界で銀行を作ろうとしたわけです。国際通貨基金、IMF。国際復興開発銀行、IBRD、が設立されました。そして1945年のブレトン・ウッズ協定によって世界の通貨の中心はポンドからドルへと移行しました。このブレトン・ウッズ体制のもと、西側諸国は日本を含めて経済発展することができたのです。でも残念なことに幸せなことは長くは続かない。1971年のニクソンショックです。第二次世界大戦直後、アメリカは世界中の金の3分の2を保有していました。これってすごいことですよ。
世界の富の大半がアメリカに集まっていることですから、当時のアメリカの力は前世紀のローマ帝国をはるかにしのぐものがありました。しかし、西側各国の経済が強くなるとアメリカのドルの力が弱くなっていったのです。そればかりではないのです。ベトナム戦争も要因の一つです。戦争は本当にお金がかかります。為替レートでもドルが下落して、さあ大変ってことになった。そしてイギリスがアメリカへ30億ドルの金交換を申し出たとき、もう金交換やめるから。これが世に言うニクソン、ショックです。というわけで、金本位制がなくなったのは戦後のことなのです。今は大体の国が管理通貨制度に移行しているそうです。通貨の発行量を政府が調整するわけでして。とまあ、今回初めての経済の動画を作成したわけですが、つくづく感じたことは、自国の貨幣の価値を高めたい。自国の貨幣の価値が上がればそれだけたくさんのものを買うことができる。単純にお金だけの問題ではなく貨幣の価値は自国の信用にもつながるわけでして、今回、金本位制についての動画を投稿させていただきましたが、経済は本当に様々な複雑な要素が絡んでいます。今の管理通貨制度だって万能の制度ではありません。政府が通貨の舵取りを失敗したら経済を崩壊させる危険性もはらんでいるわけです。いやー経済の勉強は難しくて大変ですねというところで今回のお話を閉じさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。